阪神5131系5331系電車は、かつて阪神電気鉄道が1981年により、使用していた各駅停車用の通勤系電車である。普通用車両の量産車で、初の電気市直波制御車であり、制御装置のメーカーの違いでに形式に分かれていた。1980年から1981年に、 かけて実施された5151系及び5311系の冷房改造において、同時に制御装置を改正ブレーキ付きの電気し、直波制御として実用試験を実施した。その結果、駅間距離が短くて、発車・停車の回数が多く、ブレーキ初速の低い阪神本線の普通運用では、省エネ率が30%を超えるなど、制御装置の初期コストに比べて、 電力改正量と立候電力節減量による電力節減効果の方が高いことが判明した。これを受けて、当時阪神唯一の比例防車であった5231系の24両を電気し直ょ制御装置搭載の新車で置き換えることとなり、1981年から1983年にかけて5131系14両、 5331系重量の合計24両が製造され、5231系の代替を完了した段階で、阪神の旅客車はすべて冷房車となった。車両形式は制御機のメーカーにより分かれており、5131型は東芝製、5331型は三菱、電気製を搭載した。5131型は東芝の等から1、 5331型は、三菱の三つから三とされており、阪神の車内関係者の間では、形式名よりも、東芝、三菱の呼び名が浸透している。車体は、先に製造された、抵抗制御車の5千1型と同一である。座席は、ロングシートであり、薄緑色の格子柄の化粧板の模様と合わせて、他の普通系車両と変わりのない車内見つけである。 台車は、住友金属工業製造の、ペデスタル式コイルバネ台車 f s 三百四十三を装着し、主電動機は、東洋電気製造製 t d k 八百十四 b を四機搭載した。いずれも五千二百三十一系の、廃車発生品である。制御装置は回生ブレーキ、そもそも即ブレーキ付きの電気子直波制御を、採用しており、五千百三十一型は、 東芝製 b s 4 7 0 a を5331型は三菱電機製 CFM-108 から 15RH を搭載する。ブレーキは回生ブレーキ併用の電磁直通ブレーキで、そもそも即ブレーキも装備する。補助電源装置は、出力70国馬の CLG-346 系電動発電機を空気圧縮機は当初より、 c-2000m 型を搭載している。改正制度を行うため、離線対策として二両ユニット各社にパンタグラフを搭載した。パンタグラフは、下枠交差式で、全車とも運転台側に設置されている。冷房装置は、分散式冷房装置のマウマイナス13波を6機、搭載した。1987年12月のダイヤ改正で、 普通運用の終日4両編成化が実施され、ジェットカー各形式は基本的に同形式で4両編成を組むこととなった。翌1988年から5001型と同様に4両固定編成化改造を行った。中間組み込みの戦闘車は運転台の撤去と客室への改造が行われ、簡易運転台が設置された。奇数番号車はパンタグラフを撤去するとともに、 撤去後に冷房装置を増設した。偶数番号車の内ち戸型戦闘車のパンタグラフ、搭載位置を連結面側に変更、同時に冷房装置の位置も入れ替えた。5131.5331の両形式とも、同形式同士で4両編成を組むと2両ずつ余る、ため、 最終像尾車の5143から5144と5339から5340の2編成で混成4両編成を蘇生した。前面は貫通ホロと3番が撤去され、ホロ枠のあった部分にステンレス製の飾り板が設けられた。前面、側面に木先表示器が設置された。車体側のジャンパ線が撤去されたが、床下のジャンパ線は、 存知されている。1989年以降改造の車両は、乗務員室の冷房化を図るため、戦闘車載全部の冷房装置が CU-10H に交換されている。改造は混成編成の5143から5144プラス5339から5340から始まり、ユニットを組む2両単位で改造が行われて1988年8月。 および9月に春行、4両揃ってから、固定編成が蘇生された。その後も、同様に改造が行われ、1990年11月から12月に、かけて春行した5331から5332プラス5333から5334の編成を最後に全編成の4両固定編成化が完了し、両形式で4両6編成が出揃った。 震災復旧後の1996年から50001型と同様に保全工事を開始した。中間車の神戸方の座席を2名分撤去し、車椅子スペースが設置された。また、ドアエンジンの交換もいった。初期に4両編成化を試行した車両は、先頭車載全部の冷房装置を CU-10H に換装した。1995年1月17日に発生した。 阪神、淡路大震災では、半数に当たる3編成12両が被災した。被災箇所とその後の結果は、以下の通り。この結果、5335回が、連結相手を失ったことから編成外を実施、混成編成の5000、余った5143から5144は、同じく連結相手を失った5269から5270、を神戸方に連結して、 5143から5144プラス5269から5270で4両編成。なお、4両編成下改造第1号の5340と、後期改造の5335では、戦闘車最前部に搭載している冷房装置が、前車は m ス1 3派、後車が CU-10H と前後で異なっていた。車両不足を補うため、 設計が進んでいた5500系の製造が前倒し、されるとともに、5500系による置き換えの対象であった5261系、5311系の運用期間が延長された。本形式の第一編成である5131から5132の2両は、1981年7月6日付で、 廃車となった5231系5241から5242の代替として、同年8月7日付で春行、本線及び西大阪線の普通運用に投入された。引き続いて、同年9月30日に5133から5134、同年11月27日に5331から5332が春行。 同数の5231型を置き換えたほか、5001.52615151.5311の各形式とともに、早朝深夜及びデータイムの西大阪線では2両編成、それ以外の時間の本線普通及びラッシュ時の西大阪線では4両編成を蘇生するなど、冷房車のみで分割併合を実施した。 5131.5331の量形式が増備されるにつれて5231型は予備車扱いとなり、1982年の夏季には運用のやりくりで5231型を投入する機会はほとんどなくなり、実質的には冷房化率100%といっても差し支えないような状態になった。 1983年4月7日付で最後の5231系である5249から5252が廃車された後、同日付で5339から5340が、同年4月30日付で5143から5144が竣工して、置き換えを完了した。その結果、阪神の営業用車両の100%冷房化が達成された。 全車収益後も、本形式は形式を問わず前述のような、普通軽車両の分割併合運用を行っていた、ことから、同形式だけで4両編成を組んだほか、他形式とも分割併合の上4両編成を組んでいた。1987年には、すべての普通車が、終日4両編成となった。1999年の5261系一次車の全廃に伴い、 5143から5144の連結相手が5311系の5313から5314に変更された。5143から5144は行き先表示幕を普通表示に固定し5311型に合わせて運行標識版を併用している。阪神 淡路大震災で被災した5337から5338が、廃車となってからは2形式合わせて22両のままで、推移したが、5143.5144は、連結相手の5311型とともに2010年に5550系による代替対象となり、同年10月13日に廃車となった。その後、 電気子直波制御に使用する部品の調達が困難になり、制御機の更新が必要となったが、台車が5231型からの流用品で、老朽化が目立っていたため、5700系代替することとなる。5335回が2015年12月21日付で、5331回が2017年3月13日付で、廃車され、 5131型より先に5331型が背景式となった。続いて5131系の廃車も再開し、2017年7月には5135回が、同年11月には5139回が、廃車され、2019年4月1日時点では5131系1編成4両が残るのみとなっていたが、 5131回が2019年5月22日付で廃車となり、5131型も廃形式となった。5131型が1981年8月から1983年4月に、 かけて5131から5144の14両が5331型が同じく1981年11月から1983年4月にかけて5331から5340の十両が製造された。震災の前日、1995年1月16日、現在、1996年3月31日、 現在、2006年4月1日時点、ありがとうございます。